ファイターズスタンドプレゼンツ、ビジュジュウェブ。はい、はい、橋巻屋です。はい、今日はゲスト、カルペディエム代表、石川由紀です。はい、よろしくお願いします。はい、そしていつもの、はい、石井道場、石井です。はい、この3人でお送りしてます。はい、私がですね、石川さんの YouTube、はい、タイトルお願いします。石川由紀のミッドライフクライシス。はい、それにゲスト出演しまして、そのバーターで来てもらいました。俺が青山行って石川祐希代々木来るっていうところで交互にやっております。ということで、はい、今日は石川祐希さん、あれはいつでしたかね、3年前かね。そうですね、1回やりましたね。本出た時に、あ、そうですね、番宣、あの時は本の宣伝、はい、今日は YouTube の宣伝で来てもらいました。番宣バーターでしか来てくれない。いや、そうですよ。いや、そうでしょう。来ます、いつでも来ます。いや、青山からは来てくんないですよ。港区から出てこないですよ。本当にそういうキャラにしないでください。いやいやいや、ただの庶民です。港区からね、足をね、出さない。いや、すぐ近くじゃない。まあ、本当ですか。いや、けど大柳君はしょっちゅう来てくれてますから。あ、そうですね。大柳君はもう、ありがとうございます、いつも使っていただいて。本当、大柳君いい人ですから。うん、あいついいやつですね。はい、もう仙台時代からしてますから、白帯の時から。ああ、そうなんですか。白帯から黒帯まで、うん、知ってますよ。ということで、今回は石川由紀さん、よろしくお願いします。今日のお題は3つです、はい、まず第1、ワールドマスター総括、はい、そして KIT 世良対細川、はい、見どころ紹介、そして鈴木対マテウス、はい、あ、世良ともしげ対細川明、うん、鈴木誠対マテウス広富、この見どころ紹介、この3本でいきたいと思います、まずはじめにワールドマスター総括、はい、IBJJF ワールドマスター、今年はね、ラスベガスの、呪術コンっていう、もう大イベントの中でやりました。なんと、マット数が25とかある、うん、でノービスがあって、呪術コンでインターナショナルがあって、キッズがあって、でワールドマスターがあるみたいな感じで、ワールドマスター、日本人ね、やっぱりコロナ禍ということで、例年に比べてもう激少なかった、うんうん、はい、ね、非常に少なかった。全部でトータルでも10人ちょっとぐらいじゃないですか、あの、知ってる限りでは。で、その中で、日本人の優勝者3人、お、3人、はい、出ました。まず藤田義弘さん、藤田呪術、はいはい、そして、インパクト BJJ 陽介ストーン、うん、そしてもう一人、カルペディエムチャオビ大岡さん、はい、出ました。この3人、チャンピオン、あと入賞者が、ポロポロいて、はい、まあ、あとアダルトの方でね、呪術コーのアダルトの方でフェルナンダが勝ったり、まあ、いろいろあったんですけども、今回ワールドマスターということで、はい、カルペディエムから優勝者出ました、大岡さん、はいはい、ちょっともう俺らあんまりよく知らないけど、あれですね、もう茶帯のおじさん、はいはい、どういった選手ですか。まあ、大岡さんはこう職業がデザイナーさんで、カルペディエムのセミナーとかの、そうですね、をよくやってくださってる、あのセミナーポスター、そうですね、あ、昔、あの、いろんな人が来た時にやってたのがあの方ですね、うん、でもう呪術歴はどれぐらいなのかな、やっぱ10年近いのかな、うん、最初は青山の会員さんだったんですけど、で今疲労でやってらして、はとにかくこうしっかり練習する方っていう感じですね。うん、でもそのなんか特別な決めが強いとか、うん、そういうのもなく、もうオールラウンドに本当に呪術をコツコツ頑張ってこられた方ですね、うん、もう4試合勝って優勝ですよ、うん、そこはすごいですよね。すごい、すごい、だって、うん、まあ、ワールドマスターってね、1回戦負けの人も非常に多かったんですよ、はい、ね、結構ね、あの、何人か、言ってましたけども、本当1回戦で負ける方が大半だったと思います、うん、その中で勝ち続けて4回勝つって、普通のトーナメントで4回勝つなんてしんどいですよ。そう、19名のトーナメントって書いてありましたね。で、そこで勝って優勝、しかもだって普通のおじさんですよ。そうですね、
だから要はもともとだから中村大輔が優勝しましたとか、うん、だからインストラクターだった人が優勝じゃないですよ、うんうん、普通の人ですよってすごいなと思いましたよ。一般会員さんですよね。ねえ、で昔ね、だからその何年か前にも話した時にカルペディウムというよりはインストラクター勢は強い、うんうん、けど一般会員はそうでもないんじゃないかみたいな、うん、いやけどそこの常識をひっくり返しました、はい、マスター世代は、はい、マスター世代の中でやっぱそういう風に、まあ、行く人が少なかった中でも、うん、その日本人選手っていうのがね本当少なかった中でも結果を出してくれてるっていうのすごいなと思いましたよ。大岡さん、マスター4茶帯だからもう46歳から50歳のカテゴリーなんで、うんうんうん、ですよね、はい、でやっぱそういった人たちがやっぱ元気ですよね、はい、でこの間の全日本マスターでもなんかすごい、カルペディウムの人たちも多かったんですよね。で、はい、まあ、どこの道場もそうですけどおっさん元気じゃないですか、うん、元気ですね、ね、でやっぱこのワールドマスター、まあ、全日本マスターワールドマスターどんどんなんか参加者もだって増えてって、だって4回っすよ、はい、だってマスター4の茶帯のおっさんが十何人揃うってすごくないですか、うん、これすごいですね。なかなかっすよ。で俺がだからそのマスター3の茶帯でヨーロピアン勝った時ワンマッチでしたからね、うんうん、もうだからあの時2014年でしょ、だからあれから5、6年でこんだけ増えたっていうのは、うん、そんだけやってる人たちの年齢層も上がってきたのかなっていうのも思うし、うん、なんかそれすごいなんか、でそこでしかも勝ったっていうのはすごいなと思いますね、うん、で大岡さんが、ワールドマスターに行く前哨戦として全日本マスターに出て、 その1回戦で僕が負けてるんです。コロッと、はい、コロッと負けた。どんな展開だったんですか。いやもう一方的にやられましたね、はい、最近ね石井さんね戦績ともらってないですからね、はい、でもそれで大岡さんは、うん、あれ決勝まで行って同門の青山さんと、そう、まあ俺たちはよく見てるカルペディウム同士が決勝に行ったら、うん、もう握手しようか、うん、じゃんけんしようかっていうパターンなのかなと思ったら、うんうん、せっかく決勝全日本の決勝まで行ったんだからガチでやりましょうってことを2人で話し始めて、それバチバチやり合って、うん、そうガチ試合でそこで勝ったのが青山さん、はい、その青山さんは SJF の全日本も勝って、そうですね、統一全日本王者、はい、結構ガチンコのおじさんいますよ、うん、いますね、カルペディエム、うん、なんかそういったあのなんだおっさんの本気、はい、うん、なんかそれをねなかなかねこの年になってね、うん、必死こいてやることないですから、みんな肩が痛いね、腰が痛い、目が見えにくい、もうそういう年なのに、すごいなって思いますよ。目に来ますよね。なんかちょっとそれはね、ちょっとびっくりしますよね、うん、なんかそういった人たちのそのパッションというかね、だってラスベガス行くのも大変じゃないですか、はい、今、大変ですね、今大変ですね、特に。いや、本当この、だって帰国して10日間の待機で、俺3日だと思ってたら、10日ですよ。それも大岡さんのツイートで知りましたから、そうなのみたいな。石川先生も今回ももし腰が痛いとかなくてタイミング合えば本当は出たいってあったんですよね、ワールドマスターはね。いやいやいや、一回出てますもんね、汗で負けちゃいましたけどね。本当にいつも言うところのやっぱあれですよ、過半数の人たちの一人になっちゃってますもん、うん、やっぱだからそういったところの中でもやっぱ勝つっていうのすごいなと思いますよ。そうですね、でまあ、あと陽介もそう、陽介がね、はい、試合後に終わっても泣きながらコメントしましたね、うん、で陽介って日本でずっと負けなしでずっと勝ってるじゃないですか、はい、でヨーロピアも勝ってる、パンナムも勝ってるつって、唯一勝ってないのがワールドマスターだって、これ何年陽介と言ってたかな、まだピラミッドでやってる頃から言ってて、その時はシャオリンに負けたんだよね、でその後にトレグラッソに負けて、その後に、フォーミガに負けて、そういう名前のある人に負けてたんですよ。それ表彰台には上がってるけど優勝できなかったっていうこと、優勝できないで、フォーミガにも負けたりなんだりって、でそれで今回はマスター3のミドルに出たのかな、うん、で 準決勝でグリフォに負けてるんですよ、うん、あのアドリアノシューバ、バルボーザので、それを、2016のパンナムで負けてるんですよ、2回戦で、うん、その年に2015、その年に全部のトーナメントで全部優勝入賞してるんだけど、そのパンナムだけは2回戦がなんか負けてる、それがグリフォだったんですよ、うん、でそいつはもちろん優勝したんだけど、そのぐらい強いやつとやって負けて、それが全部勝ってて、うん、で今回それが準決勝当たってグリフォに勝って、うん、で決勝戦はアレックス・マルティンス、うん、あれはあれですよ、あのルーカス・ピネーロ先生、クルービ・ピニャ、あのマナウスの、うんってなってるけど、そのクルービ、そう、はい、多分テロップが出てるはずですから、クルービ・ピニャのそこのマナウスの、いや、まあ、マナウスみんな強いじゃないですか、そこの人が出てきて、
その人はマスター2でワールドマスターのチャンピオンになってるんですよ。その人と決勝戦でやって勝った、はい、でその後に実は腕を怪我してって言って、前の日も夜寝れなくてみたいなことを言ってた陽介が悲願の初優勝、はい、おめでとうございます。そして藤田さん、はい、藤田さんもね、過去にもワールドマスターチャンピオンになってる、また行ってマスター5ぐらいですよね、もう藤田さんで一人で行って、うん、勝って帰ってくる侍ですね。いや藤田さんすごいなと思いますよ、はい、本当になんかワールドマスターね、なんか一回勝ったらもう良くないですか。もうね、世界チャンピオンの称号はね、うん、手に入れてるんだからね。いやだから、うん、このコロナ禍でも行くっていうのもそうだし、うん、でしかも三角締めで一本勝ちですよ、うん、昔の藤田さんはね、足にしがみついて5分終わるみたいなイメージだったんですけど、うん、もう今はしっかり充実やって勝ってますから、うん、ちょっとねびっくりしました、はい、いやけどこの3人のチャンピオン、うん、ワールドマスター良かったと思います、うん、本当にその中でやっぱり本当コロナ禍、はい、ね、うん、行くのも大変、帰ってくるのも大変、うん、でそのことだって練習だってねフルにできないわけじゃないですか、うん、そんなに通常のスケジュールだったらワールドマスターは8月末9月の頭、今はどうなんすかね、全部のスケジュールがぐちゃぐちゃになりましたからね。だ前は例年はその8月の終わりとかで、うん、固定してましたよね、お盆明けみたいな感じで、うんうん、けど今はもう本当スケジュールあっちゃこっちゃになっちゃってるから、だってヨーロッパで今年、あ、来年は2月にあるし、うん、でムンジャルだって12月じゃないですか、しかも去年なかったわけだし、だ本当あっちこっちゃになってるけど、だそういった、だからそのスケジュール発表されていくかどうかっていうところをだって作るわけじゃないですか、はい、でしかも今あの PCR 検査なんで余計な金もかかるし、うん、航空券も高い、はい、大変ですよ。そこでも行って勝ってきた、うん、あの人たち非常に尊敬します。ありがとうございます。皆さんがそういう風に言った、あ、上谷さんも言ったけど今回負けちゃいますからね。そうなんですよ、いつも勝ってる上谷さん、はい、けどやっぱそういう風に言って毎回言っても勝てる人もいるし勝てない人もいるから、はい、でそういう勝って負けたするのも、いや、おっさんの本気60還暦ファイター上谷さんもお疲れ様でした。でも出た方皆さんお疲れ様でした。ね、こうやってみんながだって大岡さん凱旋帰国したらもうみんなもう拍手喝采じゃないですか、うん、しかもチャオビですよ、はい、チャオビのワールドチャンピオンもうまかれるんじゃないですか、うん、分かりませんけど、先生が決めることですけど、うん、これより上ないんですから世界チャンピオン、そうですね、これより上ならないですか、じゃあこれになんないってどうすればいいんだっつって、うん、そうですね、はい、もうそこのもう内定じゃないですか大岡さん、はい、まあ、優勝も関東の橋本に、はい、優勝もおめでとうございます。ありがとうございます、はい、本当に、偉業だと思います、うん、また来年もねこうやって、来年はねまたコロナがもうちょっと落ち着いて行く人も増えて、うん、はい、あ、だってコロナいい刺激になったんじゃないですか、うんうん、ね、みんなだって、あ、大岡さん勝ったんだ、じゃあ俺も行ってって言って、それこそ青山さんも来年行くかもしれない、うん、はい、分かりませんけどもね、だそういう風に道場全体盛り上がりますよね、そのおっさん世代の人たちが、それもちょっと、期待しつつ、はい、ワールドマスター、総括とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして KIT4 世良友重対細川明決定、はい、ということで、2022年1月9日日曜日都内某所で行われる無観客配信大会 KIT4 でついにカルペディエム青山本部が動きました。はい、そしてそこの、トップと言っていいですね、そうですね、世良友重初参戦、はい、そして対戦相手細川明決定はい、ということでこのね試合、世良選手が出るってことになって、ちょっとどういう選手とやりたいんですかって言ってケイト聞いたところ、もう細川明だと言って、細川明、メッセージしました、即答やるぞと、お受けしますということで、その日のうちにもう本当20分30分ぐらい決まりました。もうこの一戦、世良友重対細川明、これが決まりました。石川さんどうですか。いや楽しみですね、うん、で細川君は元カルペディエム、あ、岐阜びっくりした今岐阜だそうです、ホープ、はい、そうだ忘れてました。で今は独立して名古屋 そうですよね、ホーミーズ、あ、そうですね、はい、ホーミーズアルマファイトジムホーミーズ、うん、
をやってるってこと で、うん、で試合はちょっと遠ざかってましたよね、うん、そうだから前にちょっとちらっと聞いた時には、うん、もうやっぱ道場を出して人、うん、選手としては人段落というか、ね、そういう指導の方に、うんうん、やっぱあの道場を出すと小ぶりやも当時言ってましたけど、うん、もう道場の方が忙しくなるから選手としてはみたいなことを、ね、やっぱみんな言いますよね、うん、だから本当俺の頭の中にはだからセラー選手に何人か声かけたんだけどいや突っぱねられて、うん、いや同じダメだっつってでその時じゃあ誰ならいいんだっつってなった時に細川、うん、あ細川明って、うん、けどどうなんだろうっつって連絡したらえまさかね、うん、一発 OK。なんか最近の SNS に細川くんが、借金を道場出した時の全部返済しましたって、うんうん、そうですね。そう。だそういうのも嬉しいし、そこでちょっと自分でじゃあまたちょっと試合にもと思えたのかな、そういういいタイミングだったのかもしれないですね。ねなんか本当降って湧いたようなカード、俺の中には一切なかったカードがパンと入ってきたのはすごい。ちょっと嬉しい驚きですよね。でカルペディウムの選手たちを、オファーするとき石川さんに一応一声かけるんですね、うん、でその中でやっぱりその広尾だったり自由が丘だったり三田だったりって鎌倉だったりってなって青山だけ出てなかったんですね、うん、そうですね。なんか嫌われてんのかなと思って。で世良選手ねずっと見てますからほらワンマッチもグラップリングも多かったから、うん、すごい出てたから KIT 出てないことの方が驚きですよね。勝ってないんだもん。そうですね、まあ、橋本君は評価がね。そうだから、うん、だあの全日本勝ったりアジア勝ったりっていうようなタイトルをある人に声かけるじゃん、うん、まずはその時の、うん、でちょっといいところ負けてしかも今回のねその試合の前にも負けちゃって、うんうん、残念けどここでまあ、いろいろご縁がありまして、はいうん、ということで出ることになりました。でそこで大丈夫です、セラ君もちょっと話聞いたらもうね同義の試合っていうのを、うん、もうちょっと先がないかもしれないみたいな、うん、ちょっと思うところがあるみたいなんで、うん、やっぱそうなってくるとどこの馬の骨か分かんないやつはやれねえぞ、うん、いうのは、まあ、確かにそうですよ。でそこで思い残すことなく、まあ、これが引退試合ってわけじゃないですけど、うん、そこで細川明出してきましたから、細川明が過去の試合やってるみたいですね。うん、まあ、細川ってあんま負けてないですよね。そうっす、 JBJJF 殿堂入りですもんね、うん、あ、彼はね、そうっすよね、うん、でね俺すっげえ覚えてるのがねもう何年前かな、クレベルからね三角で1本取ってるんですよ、うん、クレベルが1本取られるってほぼなくないですか、うん、しかもだってもう当時からクレベルってもうすげえキメキメな人じゃないですか、うん、でなんていうんですかね、ああいう風に運動量がある選手、うん、で後半強いところパカッと取って、うん、タップするんだって、しかも日本人相手に、うん、ちょっとそういうね、あれもあったし、で俺がねJBJJF 全日本ってね要はいつも8月の頭だからちょっと他の仕事のスケジュールの都合で行けなくて、うん、あれだったんだけど、俺前に行った時には決勝戦をアマゾン細川でクローズアウトしたんだよね、うん、でその前次の年かなんかも一緒にクローズアウトとかなんかしてて、なんかそういうような常にもう全日本のトップにいるみたいなところの一角でしたよね、うん、だからその過程でセラ君が負けてたのかな、うん、そういうのが一回やって負けてるんですよね。ね、言ってました。でそういうことでここで、久々の試合、うん、セラ君のねその柔術の試合ね、最近だから全日本選手権、うん、3位でした。でこの間の、うんグランドインパクト、うん、準優勝塚手シタロンに、最後ギリギリでちょっとやられちゃってということで、このね KIT で久しぶりの2022年の、うん一発目、ここでバチッといければいいなと思っております。そうですね、セラ選手どうですか、最近の練習の具合は。もう淡々と練習してますね、うん、自分の中のテーマがあるみたい で、うん、で僕はもう選手でもたまにこうもう見学者として見るぐらいなんで、うん、何も指導とか意見はできないですけど、なんか淡々と練習してるっていう印象ですね、うん、でセラ君はね昔からねなんかちょっとヒッチハイクで東京来たり、そうですね、そうなんかそういうあれですよね、よくわかんないやつですね。彼は出身はどこなんですか。京都です。京都なんだ。もともとグランドコアですね。あ、そうす、あ、そうそう、出身は広島なんですかね。あ、そうなんですね。で大学とだあ広島なんですか。確かそうですね、はい、グランドコアから、カルピディウムに来た。そうですね、うん、もうずいぶん前ですね。そう、20代半ばで来てましたよね、うん、だからみんながね20代前半とかで来る中、ちょっと年齢いったタイミングで来た印象がありますね。そうですね、うん、でやっぱその寡黙じゃないですか、うん、であんまり自分からそういう
なんつうん、あの SNS とかで生きったりしないし、うん、でその勝った負けたもなんか淡々と、いや本当さっきの本当言ってる通り淡々と、うんね、なんかもうその感情の起伏があんまりないような印象がありますね。うん、すねけどあのクインテッドで勝った瞬間、そう、雄たけびとかがこうすごい強調されるんですよ、ね、うん、そのコントラストですよ。そうですね、もうガーッつって、うん、まあ、だからクインテッドとかグラップリングに名を挙げた人ですよね。まあそっちばかりは注目されちゃうんですけど、うん、本人はやっぱり同義の自分はやっぱ選手だっていう気持ちはあるみたいですね、うん、けど2020年度そのコロナ禍の中でそのシュートだったり、うん、ワンの中でグラップリングマッチ組まれてたじゃないですか。そう、青木君とやって、うん、岩本とやってっていうね。そうで、あそこ であと GTF も、うん、まあ、全部ちょっと負けちゃってますけどもね、引き分けだってなんだろうけど、そういうところ起用されててグラップリングの名前挙げてましたよね、うん、でもちろんクイッテッドもそうだし、うん、でここでやっぱりここで柔術の方でっていうのはやっぱ、うん、ね、ちょっと原点会議じゃないけど、うん、でここでまあ一つ、頑張ってほしい。これが細川明戦、うん、細川明、うん、来週俺行ってきますから。お、な、取材ですか。行きますよ、うん、もうちゃんとこの試合をフォローしないといけない、バチッと、うん。細川といえばトレアドールですよね。トレアドールパス、うん、セラ君も、トップ強いですよね。そうですね、何でもできる。そう、あ、そう、テイクダウンも強いし、うん、そうだからオールラウンダーですね。そうですね、だこの2人の試合がどうなるか、サブオンリーですから本戦は、決めるか決められるか、うん、これちょっと期待したい。はい、セラともしげ対細川明決定、こちらの方お楽しみにしてください。2022年1月9日日曜日、都内某所で行われる KIT4 無観客配信大会、今回から配信プラットフォーム変わりました。チゲット、はい、前売り3,000円、当日3,500円、試合開始1時の予定です。もうノンフィクションより前倒しでやっていきます、はい、今回はね、もう本当試合数もちょっと増やしましたから、前回ね視聴者数が落ちたので、今回は増やさないといけないということは、試合カードも増やします。そこでここに投入したのがこのカルピディウム本部の青山のエースですから、はい、もうセラ君のねもう頑張りでチケット売っていただきたい、はい、多分カルピディウムの生徒さんはたくさん買ってくれると思います、はい、道場で見ないでください。あ、そうですね、パブリックビューイングしちゃダメですね。ダメですね、それやめてください。家で見た方がいいですね。そうですよ、うん、本当にそれ多いですから。いやけどそれをねチクチク言うのもねせこいなと思い始めてまあいいです。え、何枚目売れたらいいんですか、ね、目標は。目標、うーん、300ねえ、300いきたいですよね、うん、300いくと、うん、ちょっといろんなものが楽になるかな、うんうんうん、そうで、やっぱ続けられなくなっちゃうんでね。そうですね、そう、続けるの、いや本当続けられるように、ぜひぜひ皆さんサポートしてもらえればありがたいなと思っておりますので、はい、頑張りますので、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ続きまして、はい、KIT4 鈴木誠対マテウス広富決定、はい、はい、そして鈴木誠も参戦です。カルペディエム青山から急に2人、すいません。いやいや、もうありがたいことですよ、もう本部から、はい、まあ、同じ道場からねいっぱい出してもしょうがないんですけども。そうですね、いやけどこれは鈴木誠、去年の JBJ 全日本チャンピオン、うん、そして今年は、グラウンドインパクト、うん、イーストの、はい、農技のチャンピオン、はい、これがで今年の全日本ね出てないんですよ、エントリーしてたのに、うん、怪我ですね。なマイケとやってほしかった。そうですね、ギリギリ ね、で会場にいたんで、うん、え、なんでだと思ってたら怪我だっつって、うん、残念。それ以来の試合になると思いますよ。で去年のね全日本で、勝って、でそこからだからもう1年以上ぶりじゃないですか、同期の試合は。そうですね、ここで出てきました鈴木誠。鈴木誠どういう選手ですか。まあテイクダウンも強いし、タックル、まあ、総合を最初やってたやつなんですね、うんうん、だから、うん、そういうフィジカルが強くて、うん、手足長くて、うん、でもう動きが速い、うんっていうタイプの選手ですね。でその鈴木誠ね、あの、ま、若いですよ、うんうん、まだまだ、まだ20代前半。そうですね、まあ若い、そしてねやっぱりそのビンビンですよね。ビンビンです。であの背が高い割になんか、そうですね、そう、あのマーショ・フェイトーザみたいな、うんうん、しまね、ちょっとシュッとしてますよね、うん、そうですよ、だからね、だから本当そういったあの要はスマートさ、なんかスタイリッシュさを感じさせますよね、うんうん、でその、対戦相手マテウス・ヒロトミ、はい、知ってますか皆さん。僕知らないですよ、強いっていう噂は聞きました。強いっす、うんうん、で
でやっぱりここでねマテウス・ヒロトミでやっぱ名古屋です。もともとはね長野にいました。白帯時代はねグレシバッハ長野かな、うん、それから、色帯の時に、静岡行って RRT に行って、で紫帯の時に、ルール BJJ、イゴールのとこ行って、うん、で茶帯の時にインパクト行って、うん、でだからそういう転々としながらもやっぱ行く先々で柔術をやって、うん、で帯が上がっていって、でもう日系ブラジル人ヒロトミさんでね決めが強いで、東京の大会出てこないんで、うん、あんまみんな知らないと思うんですよ、ね、けど相当強いと思いますよ。でやっぱその鈴木選手、フェザーからライトだっつって、うん、で現実計量ならフェザーでいけるぞってなった中、うん、マテウス・ヒロトミはミドルです。で前日計量ならライトだっつって、うん、まあ今そのコロナ禍もあって怪我もあったからミドルだけど、試合に出る時はライトだってなって、うん、でそれライトでどうですかっつって、もうこれも2つ返事で OK、ちゃんと見ましたかみたいな、うん、強いですよっつって、いやそこら辺もね構わず、もうだからもうそういう決めたい決めたと思いますよ、うん、鈴木誠とマテウス・ヒロトミ。マテウス・ヒロトミはねやっぱねブラジル人だけあってね、うん、勢いがすごいんですよ、うん、で駆け引きしないですね、一直線でいくタイプ、うん、でそこでやっぱその決めが強い、うん、ここの腕だったり足だったり全部取れますからあの人、うん、でこのね試合若いマテウスもね20代半ばだと思います。あ、まだそんな若いんですね。そう、あの老け顔だけど実はまだ若いんですよ。でこのねマテウス・ヒロトミのね、だからその多分東京の人たちあんま響いてないと思うんですけど、やっぱ日系ブラジル人コミュニティの中ではいやマテウス来たなというところは絶対あると思うので、これをねマテウスの取材も行ってきますよ私、バチッと行ってこのインタビューして、でこういう選手だっていうのをみんなに見せて、この2人の試合をねまた盛り上げないといけない。このねチューブ、マテウスは今、あそう2人とも名古屋ですね、くしくも名古屋のインパクト、うん、9番団地、うん、そこから出てきます。そして細川明も名古屋、うん、このねカルペディウム青山対名古屋、うん、どうでしょうか。ここの2つの試合をねバチッと皆さんに見ていただきたい。これもねサボンリー、もう2人とも決めがあるまで、やっぱもう決めないとダメですよ、もうチク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 、うん、そうですね、なあ50-50でネチネチしたらダメですよ、なアドバンテージなんかやってる場合じゃないですよ、 IBJJF 好きじゃないですから俺。サボンリー あのルールでセラはちょっと生きるんですよね、うん、そうですよね、うん、ポジションなんだかんだよりもやっぱ決めに特化しないといけない、呪術は決めてなんぼですよ、うん、はい、でセラさんのなんか優しい系の顔と相反して誠のあの喧嘩しますよっていう生意気な面構えがすごい、いやーもうアサシンですよ。だってあいつ青山道場って言っときながら足立区民ですからね、もともとね、うん、いやもう足立区はねいろいろ大変ですよ、うん、もう川越えたら埼玉ですから、もう23くらいだからね、ファベーラみたいなもんだからね。そうですよ、うん、まあ、そういえば川沿いはいろんな意味で大変ですから、いろんな意味で、もう川に子犬が溺れてたら誠は助けに行くんです。あ、そうなんですか。セラは素通りすると思います。あ、それが運命だなと、はい、コントラストもありつつ、はい、セラの方が怖いですね。セラ君のね、セラ怖いですね。そう、セラ君はね、うん、本当読めないんですよね。読めないですね、なんかね、あの掴みどころがないっていうか、うん、なんかそう、普通に話しててもなんか愛想笑いなのか本当の笑いなのか、ちょっとそれも測りかねる部分もあるし、自分の世界持っててすごく格闘家なんですよね、やっぱ中は、うん、だから格闘技の試合中に死んでもしょうがないみたいなことはよく言ってます、うん、そのパッションをねここで、うん、うわーっつーが見えるのかどうか、そうですね、見たいですね、はい、ということでそちらの方もねご期待ください。はい、2022年1月9日日曜日、都内某所で行われる、行われるじゃなくて行うんだ俺が、うん、行います、はい、無観客配信大会 KIT4 ツイキャスプレミアじゃなくてチゲットでやります。前売り3,000円、当日3,500円、ぜひぜひ、皆さん買ってみてください。もうセラ君を応援してる方たち、いっぱいいると思います。このあお石井道場、石井道場、いや、これ石井道場です。危ない危ない、はい、じゃあ、石川さんちょっとこれ紹介お願いします。こちらはまあ、ボディーライドという六本木にある、はい、プライベートレッスン専用の、なんですかね、トレーニングスタジオですね、はい、のボディーライドさんの、まあ、アパレルですね。で今回の KIT のスポンサー協賛つきました、うん、協賛ついたからマテウスとか細川くんの交通費が出る、
はい、でそうやってねいいカード組めますから本当ありがたい限りです。でそのスポンサーついたからって俺のポッケに入りませんから、ちゃんと大会に使いますから、はい、しっかりとそういったところで使わせていただきます。もうそのスポンサーがなければ実現しなかったこの試合、今までね KIT 地方から選手ほとんど呼んでないですから、うん、経費かかるから、うん、もうちょっとそこら辺削って、ローコスト経営でやっております。健全経営でもう自分の範囲内でやってますからね。でそこの中でこのちょっと1枚噛んでくれたので、あじゃあぜひやらせてくださいということで、実現しました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に助かります、はい、ということでそういったところも含めてこのバナーを出してバチッとやります、はい、そちらの方も、ぜひぜひ見ていただければと思っております。1月9日13時開始 KIT4 こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。します。はい、そんな感じでやっていきました、はい、ファイターズスタントプレゼント、はい、ビジュージュウェーブです、はい、石川さん久しぶりに来てくれてどうでしたか、はい、いや金谷さんの声のデカさにビビりました、はい、すごいです。もう喉痛いです、はい、声ガラガラです、はい、この後この前にも収録だってね、ミッドライトクラシス、ミッドライトじゃないや、ミッドライフクライシス、クライシス、ミッドライフクライシスやりました、はい、ジュースプリストを撮りました、はい、それ BJJ ウェブ撮りました、はい、もう一本ありますからね今日は。もう撮りまくりですよ。ミッドライフクライシスの宣伝していいですか。あどうぞどうぞ。今日はあの僕の新しく始めた YouTube チャンネルの、はい、ミッドライフクライシスというクワガタチャンネル、いや違います違います、クワガタ飼育ドキュメント、違います、中年中高年男性も女性でもいいですけど、うん、に勇気を与えるっていうチャンネルで、うん、あの金谷さんにも出てもらったんですけど、はい、今回のはもう金谷さんの誰もが知りたい金谷さんの月収が公開されました。お、うん、あっと驚く月収がもうすごいよ俺はいろんな意味で、はい、すごかったです、うん、それもあのぜひガチですよ、ガチガチ、なんとかしないといけないですねこれは。もうさっき残高まで見せましたから、はい、見ました、かなり危なかった。俺48歳ですよ俺48歳、これでいいのか。だっていやそうですよ、同い年で48歳1月9日生まれで、はい、同じなのに道場を2つ持ってコツコツ頑張ってます、子供4人いて、はい、俺これですよ。ね、まあそうストレスもない生活、そう石井さんとかね石川さんはねストレスありますよ、うん、で食わしていかないといけないですもんね、従業員、ね、家庭、子供、うん、クワガタもやんないといけないから、うん、俺それはないんでね、何一つだからこうなっちゃってるのかなと思います。まあまあこれはこれでまあどっちか正しいのかなと思いますけどね、まあ楽しければね毎日がね、そうですね、うん、はい、あちょっと心理しちゃいます、ね、そうですね、ミッドライフ来てますね今、うん、こういうことですよね、中高年のね、はい、いやだあと5年経ってこれやれるかなと思って、うん、分かる、そうで結局60、70になってもう働けなくなった時俺どうなんだと思うもん、けどまあその時はもうその時ですよね、うん、まあ先のこと考えてないですから、そうですね、貯金なんかないです、うん、はい、いやもう今を生きてますよ、はい、はい、まあ行きましょう、そう酔い越しの金は持たねえです、いや残した方がいいですけどね、あるに越したことないんでお仕事ぜひぜひお持ちしております、はい、はい、ということで、この、石川由紀チャンネルもう一回タイトルお願いします。石川由紀の、ミッドライフクライシス、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、まあそうだ俺もキーヤボーイズも、はい、このチャンネル登録お願いします、言ったことないですから好き勝手やってるだけですから、もうヨタ話ばっかり、はい、それもちまちまやってるんで、はい、けどね俺今週5、6でアップしてるんじゃないですか、すごいちま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 ごまごまと、はい、ぜひぜひ、けどまあ俺はねその呪術のことしかできないんで、やっぱそういうところをねやっていけないなと思っております。はい、また石川さん来てください。はい、またお願いします。よろしくお願いします。ファイターズスタンドプレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本キアでした。石川由紀でした。石井道場石井でした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら、さよなら、さよなら。